アメリカのワシントンで開幕した G20 ・20の国と地域の財務省中央銀行総裁会議に出席している加藤財務大臣は23日、円安ドル高が進む為替相場について一方的で急速な動きが見られる状況との認識を示しました。足元ではは一方的ななままた急速な動きが見られていいるという状況にはあります。 政府としては投機的な動向も含め為替市場の動向を緊張感をさらに高め注視してます。23日の外国為替市場で円相場が一時1ドル153円台をつけたことについて加藤財務大臣は注視したいとけん制する一方、為替介入については具体的には言及しないとしました。また、G20 のの会合の場では、 為替についての議論はなかったと明らかにしました。